田吉田寺が遺憾手前右に、東跡、左奥に推定近道跡、右奥に、坑道跡が所在。田吉田寺ジ席殿、吉田寺席の一殿、吉田寺ジ席は、広島県府中市元町、府中町にある古代寺院跡。国の史跡に指定され、出土品が府中市指定重要文化財に指定されている。市雲山金龍寺広島県南東部。 ビンゴ国府跡の中水域から北西約500メートルの山寄せの田イ吉田ダ地区に位置する。現在は西藩を、市雲山金流寺境内が重複しており、田イ吉田寺の寺名は、近世の地市、整備名区、福山市場の金流寺港において、同時の旧名を吉田寺と伝えることによる。1942年以降に発掘調査が実施されている。ガランは、 法規自式伽藍配置で、近道を、西、東を、東、行道を北に配する。創建は、白宝器の7世紀後半頃で、7世紀末8世紀初頭頃には伽藍を備えた寺院となり、中世紀前半までの存続は認められるが、その後廃絶したと推定される。貧乏国府に近接する、循漢寺であり、国府寺とする説もあり、国府中枢に関わる。 宗教施設として、ビンゴ国府の景観を考察する上で、重要視される寺院跡になる。寺域は2019年に国の史跡に指定されている。創建は不詳。発掘調査によれば、白宝紀の7世紀後半頃の創建と推定される。吉田寺とされる寺名について、福山資料では、足田野の略と伝えており、軍名を関する寺院の可能性がある。 そして7世紀末マイナス8世紀初頭頃にはガランを備えた寺院となったとみられる。発掘調査では、中世紀前半の12世紀後半頃までの存続は確認されるが、その後廃絶したと推測される。近代以降の変遷は次の通り、行道跡から望む左奥に、東跡右奥に推定近道跡が所在。地域は不明。近道を、西。 塔を、東、坑道を北に排する放棄地式ラン配置と推定され、主要ランとして塔跡、坑道跡の移行が認められる。移行の詳細は次の通り。2018年度の調査では、主要ランの南方中軸線上で8世紀後半、頃の掘ったて柱建物が検出されており、門移行と推定される。また、そのさらに南方約10メートルでは、 東西港が検出されており、地域南辺と推定される。地域からの出土品としては多量の瓦がある。瓦のうちでは、藤原宮式の木瓦、川原寺式の木瓦、平ガ垣人面瓦が特筆される。また、重県文系鬼瓦は、ビンゴ国内では、ビンゴ国分寺や、駅下といった、貫が関連施設でも出土しており、 伝吉田寺と貧乏国府との密接な関連を示唆するとして注目される。出土品の様相によれば、白宝期の7世紀後半頃の創建で、7世紀末8世紀初頭頃には伽藍を備えた寺院となり、中世紀前半の12世紀後半にも、地域南側の聖地や、行動の建て替え等の存続が認められるが、その後廃絶したと推定される。ありがとうございます。